こんにちは、リフォームの達人プロデューサー山さんです。定時リフォーム広亀田です。よろしくお願いいたします。はい、亀田さん、ありがとうございます。今ちょうどお電話入ってるみたいなんで、このまま、亀田さんもしよろしかったら出てもらっても大丈夫ですけれど、はい、ということで今日お届けするのはですね、リフォーム大賞2023、こちらのまあ、総合の普及中級高級全体を、亀田さんをゲストにですね、今回の総合のお風呂ランキングを解説してみたいなと思います。そして皆さんのその YouTube の視聴者の方のアンケートをいただきまして、その内容を亀田さんから見たとき、業界の本音、ここがこうじゃないの、それからここの、ランキングちょっと変わってきたね、そんな内容も一緒に解説していただければと思います。ということで、リフォーム大賞2023プロが選ぶこちら人気ランキングお風呂、毎年恒例、今回プロ315名のプロが、実際に投票して、こんな形でキッチン、お風呂、トイレ、洗面とコンロもあるんですけれども、今日お届けするのは人気ランキングの総合部門全体でプロはどれを一番販売したのか、総合ランキング。1位、TOTOサザナ。そして2位が TOTO シンラ。そして3位がパナソニックオフローラーというふうになっております。カメさん、やっぱりサザナがプロの目線でいくと、一番まあお風呂といえば、そしてユーザーからも一番まあ、非常に TOTO じゃないのお風呂みたいな、そんな想起するところのイメージもやっぱ強いですよね。ずっとずっとこの総合サザナっていうのは。そうですね、もうお風呂といえばサザナということで、まあ、どこの小務店さん、そしてリフォーム屋さんも、まあ、一番にね、進めるのがサザナ等々という形でね、これも当然の結果かなというふうに思いますね。はい、1位、中級でももちろん等々サザナ1位、2位がシンラという形で、これも中級、そして3位も普及価格帯のお風呂ら、もちろん各普及中級高級の1位を並べ替えて、実際の全体としても中級がやはり、一番まあプロも売りたい、販売したい、普及より中級、高級はなかなかおすすめしても売れない、中級を主軸に考えて売っていく、これがまあリフォームのプロの考え方でしょう。中級価格第1位サザナ。ではその中級を紐解いていくと、2位から8位ということで、2位がリクシルの、こちら新しくなったリディア、そして3位が意外や意外、タカラスタンダードがついにグランスパーという形でモデルチェンジしまして3位に入った。そしてパナソニック、クリーンアップ、ナスラックとあるんですが、まあ 1,2,3 という形でいくと、この一番しのぎを削るまあトップはTOTOサザナ、これも間違いないでしょう。そしてTOTOのお風呂という形でTOTO まあチーム、そしてリクシルチームにまあ世の中分かれてるわけですから、リクシルも2位、これも分かりますけど、亀田さん、まさかがまさかのパナソニックを抜いて宝さんだと3位、これいかがですか、中級。そうですね、これもですね、キッチンの時と同じだと思うんですけれども、本当にグランスパをですね、本当にまあ、京都のですね、高田支店長と一緒にですね、山さんと合わせて、いろんなね、現場でですね、ショールームでいろいろ整理させていただいてからですね、どん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 こう浸透していってですね、高田の良さっていうのがですね、出ましたので、そこでやっぱりこう視聴者の方がですね、やっぱりお風呂はグランスパがいいよっていうことでですね、話して、で、コム店さんやリフォーム店さんも実際ですね、使ってみようという、もう実際には私の近くにある、こうね、総合のリフォーム屋さんもですね、今まではですね、そのお店の前にですね、宝の看板なんてかけてなかったところがですね、実際視聴者が非常に宝と言われますから、そこの会社もですね、方針転換したんか、表に。宝の看板を掲げるようになってきましたから、どん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 やっぱりそういうふうに宝を売らないとね、もう商売にならないっていうような感じにちょっとなりつつあるんかなっていうふうには思いますね。で、実際こう使ってみて、はい、いいな、これはグランスパいいわっていうことで、もちろんね、工務店、リフォーム店も使って、ほんでちょっと投票したんじゃないかなというふうに思いますね。はい。まあ、この、今まで投票宝入れなかった人が入れないとここまでアップしないわけなんですね。だからそういった意味で言うと、これはプロがというよりも、視聴者が、それからユーザーが使って、もしくはユーザーがリフォーム会社にどん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 今、ちょっとグランスパー、私したい、じゃあ他のコンテンツという圧力じゃないけど、逆圧力になったら、これもう、今までだとユーザーが、
素人なんで、プロの言われたものをはいはいって決めてた。この辺がやっぱり SNS の時代で変わってきたなと思います。じゃあ、その本で聞きましょうよ。ということで、基地の時とも同様ですね。この売りたい人、こういったビジネスをしたいプロではなくて、買いたい人、使ってるあなた、素人が、投票するとどうなるのか。こちら、449票の今、現段階での素人、使う人、買いたい人は1位。のトートーサザナが全体の 39%、 そして2位のリディア、リクシルが全体の 8%。 この辺もびっくりしますね。全然声違いますね、プロと視聴者の。そして3位ユーザータカラスタンダード 47%、 ここ大きいですね。そしてパナソニック、新しくなりましたビバス 5%。 つまりこのまあ、TOTO サザナはもちろん、一般ユーザーの方も人気ありますし、ヤマさんの YouTube はタカラのファンの方、見てる方が多いので 47%、もちろんその通りなんですけれども、この辺で2位のリクシルはプロ売りたいけど、やっぱりこの辺1位と2位の差、視聴者の声、2位と3位の差、この辺視聴者と、まあ、実際、視聴者というか一般ユーザーっていう方が分かりやすいかも。一般ユーザーとプロの声、乖離あるな、このパナソニックの 5% も含めて。これは実際にオフ会来たり、生の声としても、なかなか、山さん、私、リクシルのリディアがいいの、私、パナソニックのビワスって、あんまりいないんですよね。カメラさん、この辺はどうなんでしょうか？たまたまでしょうか？それとも、これは視聴者の声なんでしょうか？ユーザーの。そうですね。これは、視聴者の声で、もちろんですね、YouTube、いろんな、もちろんね、山さん以外のチャンネルも、宝を勧めてるとこもたくさんございますので、そういうのを見られてですね、やはりいいなあいうことで、まあ、YouTube の視聴者の声によってですね、変わっていってるっていうのが重要ですね。そしてやっぱりテレビでも結構宝がですね、本当に宣伝をですね、いろんな主要番組にちょこちょこ出ておりますので、そういうので、まあ、ほとんど あれいいなあいうて、私どものお客さんもテレビ見てですね、お願いしますいうお客さんも確かにおられるようになったから、やっぱりマスコミ、ね、SNS、そしてそこら辺は本当に、生の声というのは大事かなというふうに思いますね。はい。ショールームを見て、想像もしなかったっていう形の声で、タカラグランスパ。そして、トートーサザナ。どっちにしようかな。トートーサザナはやっぱりトートーサザナの良さ。グランスパはグランスパの良さ。という形で、ここで結構、まあ、迷っている形で相談いただくなと思う。まさにここの数字の通りだな、というふうには、LINE 日本ナビ友の会のオフ会の参加されている方、いろんな声の情報として感じます。では、高級行きましょう。とうとう死んだ。こちらの方がやっぱり強かった。2位がリクシル、スパーシュ。そして、宝。これもジャンプアップしましたよ。プレテンシア。もう、カメラさん、これなんか本当に作られたような形なんですが、この、今までの感覚からすると、宝、トップ3に入るって、なんかだん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 ちょっとこう世の中の流れ、ちょっと YouTube で発信するのが怖くなるぐらい、やっぱり影響力ありますね。皆さんのそういった声っていうのは、ここプロに影響してるんだなと思いますね。そうですね。まさしくですね、私どもも、もうプレデンシアが大好きなんですけれども、やはりですね、本当に修行を締めて売らせていただいてるんですけども、やっぱり芋の放浪っていうのはですね、もうこれはどこのメーカーにもないわけですね。だからあるね、ご年配の方で、ちょっと金額的にも余裕のある方ですね、お連れいたしますとですね、この芋の放浪で、それまで単体のですね、浴槽に入られてた方がおるんですね、タイル風呂ですね。その時でもやっぱり芋の放浪のですね、浴槽に入ってられて、その良さを実感していられるんですね。ただお風呂が、浴槽自体は全然傷んでないわけですけども、やはり床のタイル、壁のタイル、そういうのが、まあね、薄く汚れてきたんと、一番は寒いっていうことですね。それが原因で、そしたらもうプレゼンシアにしたいっていうことで、まあ、それをお求めになってですね、また実際入られてですね、今まで以上にですね、お風呂自体があったかいですし、非常に良かったということで、喜んでいただけますので、やっぱりこう、最高の鋳物のいいものをですね、使わせていただくと、本当に素晴らしいことだなというふうに思いますね。はい、唯一無二プレデンシア、鋳物放浪の浴槽について、熱くカメラさんに語っていただきましたが、視聴者はどう思ってるのかということで、こちら335票の、こちら一般ユーザー、視聴者ですね。こちらの方で、アンケートを取りました。1位のトートーシンダが 31%、2位のリクシルスパージュは 9%、
そして3位の宝サンダーは 55%。今のフォロー強い。そしてクリナップのアクリアバスも人気あるんですよ。影隠れて 4% という形で、やっぱこれも TOTO のシンダーと宝のプレデンシアの、まあ、比較で迷われているなという形になっております。カメさん、この全体的な、プロではなく一般ユーザーの声はいかがですか、この辺の。そうですね。だからまあ、実際本当にお好きな方はですね、トートもリクシルも宝もクリナップも全部こう回られるわけですけれども、まあ、宝のプレデンシアもまあ、ちょっとよその真似をしだしたことがありましてですね、片指輪とかね、そういうようなものをしだしましたから、もう今のホールドで、今までそういうね、片指輪がなかったとか、このトートとリクシルのにあんのにね、宝ではできなかったいうことがありましたから、それが余計にプラスされましたから、あ、ほなもうその分も含めて、やっぱり最高級はプレゼン車やということになったんだと思いますね。照明も良くなりましたよね、亀田さん。これ、ちょっと、大きいですよ。見た目の形で。もちろん、機能はいいのは間違いなかったけど、やっぱりデザインとか、このあたりの、ちょっと細々したところの総合力を上げてきたかなっていうのが、宝の新しいお風呂の、まあ、戦略。ついにここ追いついてきたなっていう感じ。じゃあ、逆に、唯一無二の鋳物ホールはより光ってます。で、普及拡大です。パナソニックオフローラ、こちらが1位。そして2位にグランスパ。あれ？グランスパ中級じゃなかったの？これ、カムさん違うんですよね。グランスパって今まであったミーナっていう商品の、その床自体が FRP の床もグランスパの中で、グランスパはちょっと幅が広くなったんですね。プレデンシアとグランスパ、普及から中級。そして、この内容のミーナがなくなって、その下にステンレス浴槽のエメロードがある。こんな位置づけ、カムさんいかがでしょうか。このグランスパ2位というのは価格そうででもす売ってます。ね、だから今まで前回ですね、ミーナが入っておりましたので、ミーナがランクアップね、にしてましたので、その分をですね、お客様にそのね、分かりやすくっていうかね、本当にいろいろ選べるっていうのは、ほとんどですね、まあ、宝さんもそうです、他のメーカーさんもですね、もうランクをつけまして、これを1個足そうとしたらですね、上のランクに行かざるを得なかったっていうことですね。だからその辺をですね、やっぱり幅広くそのお客様にのニーズに合わせようと思ったら、やっぱりこのグランスパっていうのをして、まあ、一番ですね、低価格帯でいけるのが、ね、床も FRP ですし、浴槽も FRP ですしと言いますと、相当グランスパでも低価設定がですね、本当に低価格帯でいけますので、やっぱその辺がですね、人気があるんじゃないかな。私も総合リフォームの時は、このグランスパの FRP で、ね、やらせてもらったら非常に金額的に収まりますので、まあ、そういうことで、こういうね、2位に入ったんじゃないかなというふうに思いますね。はい、もう実際にはグランスパでいいよと、お風呂は。松竹梅の竹と、竹と梅が一緒にか、くっついた形で、この右、左、この価格のバランス、こちらの方も選択しやすくなったグランスパが普及拡大の2位になっています。この辺おすすめ、ぜひチェックしてみてください。総合ランキング、 TOTO が強かった。サザナプロが一番売りたいお風呂。そしてユーザーからも人気がありますよ。シンダ、TOTO、こちらの方も、ユーザーも一般もともに、人気があります。お風呂、パナソニックという形で続いております。ということで、亀田さんの方に、こちらも解説していただきました。 LINE 登録、定期的にプレゼント配信してます。ぜひ山さんとお友達になっていただいて、リホナビ、こちらの方、皆さんを成功に導く友の会、こちらの方のリホナビ教室コンテンツ1300以上、日々集まる生のリアルな声、リホナビライブラリ、こちら検索するとね、もう本当にマニアックな情報、ターボファンとかね、角ダクトで、亀田さん、こんなの検索しても普通出てこない、普通の Google 検索ですけど、プロが、使っても、角ダクトとかターボファンどうやって収まるって、なかなかわかんないですよね、普通の、一般の。特に、この辺が検索できるのは日本のライブラリの強みですが、いかがでしょうか。そうですね。だからもう本当にプロとしてもですね、あ、どうやったかなということを確認するためにもですね、幅にこの、ね、ライブラリを使うということはですね、非常に価値あるかと思いますのでね、ぜひね、プロの方も使ってほしいなというふうに思いますね。はい。今、これ、続々追加中という形で、ここ1ヶ月でググッと増えますんで、ぜひお楽しみください。こちら、LINE 登録で定期的プレゼント配信してます。ぜひ山さんとお友達になって、こちらの方チェックしてみてください。ということで、今日は亀田さんの方に、お風呂の総合ランキングリフォーム大賞から2023年、注目の商品の、まあ、ユーザーの声、こちらの方もお届けしていただきました。亀田さん、一言最後お願いいたします。
はい、いつもご視聴ありがとうございます。本当にですね、本来は自分の目でですね、すべてのもう、ね、ショールームを回っていろいろね、見られる方がね、おられるんですが、それはもう少数の方で、ほとんどの方がお忙しいですから、まあ、工務店とかリフォーム店に勧められるものをするわけですけども、ただこのね、山さんのこのね、YouTube の見ていただきますと、ね、自宅にいながらですね、いろんな情報が見れますので、いろんな見た形でですね、判断できますので、非常にいいツールだと思いますので、どん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 このね、視聴していただいて、そちらの感想をね、いただきましたらありがたいなと思いますので、本当に、山さんに感謝です。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、カメラさんももうご機嫌の今回、宝が躍進リフォーム大賞、来年も一緒に解説しながら、皆さんもぜひこちらの方チェックして楽しんでみてください。いきますよ。せーの。必必ずずででききる。る。いってらっしゃい。ありがとうございました。